9月16日の運の塾通信をお送りしています。混乱を極める米国経済をどう見るか、まだ慌てる必要はない。今日は初日ですね。アメリカ人投資家が船酔いのような気分になるのは仕方がない。ここ数週間は矛盾する経済ニュースが渦巻いていた。株価が下落したかと思うと反発し、雇用統計は予想を下回ったが、小売上高は大幅に増加した。連邦準備委員制度理事会 FRB による緊急利下げの可能性についての噂が持ち上がり、そして沈静化した。2024年全般の活況の後、経済ウォッチャーたちは新たなデータ発表のたびに不安を抱きながら見入っている。これを発表した後の8月23日、ジャクソンホールの中央銀行総裁会議におけるパウエル FRB 議長の演説は、いつも以上に詳しく分析されることになるだろう。一体何が起こっているのだろうか。経済データは転換点の周辺では変動しやすいものであり、いくつかの奇妙な現象が状況を曖昧にしている。しかし一歩下がって考えてみると、アメリカの経済は急落ではなく緩やかな減速に備えているように見える。ということで、今日初日ですね。で、アメリカがその揺れていて、まあ、株価が上下していると。で、小売上高は大幅に増加していて、 FRB は緊急利下げの可能性について今議論している。で、ちょうど今2024年の全般の活況のうち、景気が不透明になってきていると。一体何が起こるのかという転換点の周辺で変動しやすいものだということであるが、一体どうなっているんだろうか。緩やかな減速に備えているように見えるというのが、ここでの気象初日の意見ですね。